ゴールデンウィークね、確かに稼ぐチャンス、売るチャンスではあるんですけども、ちょっと目線を変えてみると、ゴールデンウィークだからやる気になったって人は、ゴールデンウィークってすぐ終わるじゃないですか。終わった後ってやらなくなるんですよね。ずっと連休が続くんだったらまだしも、まあビジネスにしても FX にしても、その年単位での修行っていうのが必要なわけですよ。まあ、FX につきましては、 相当時間があって、お金があって、精神力がある私でもね、やっぱりね、安定するまで3、4年かかってるわけですよ。そうなってくると、こっちで仕事をしながら、こっちでねっていう方にとっては、結構ハードな戦いになるんじゃないかなと思いますよね。まあ、その辺もちゃんと前提で踏み立てた上に、私の FX オリガルヒって塾ができていて、サポート期間も、今ぐるっと1年経ちましたけども、まだまだですかね、10年くらいやるつもりで <laughs> やってますから。で、この1年で、 参加された方の中でもうこれは経済的に自立をしただろうっていう人は3人生まれましたんでねまあまああのー、私としては安心して送り出せる卒業生さんかなと思いまます。まあ、その上でね、あのー、やっぱこうなんですかね、まあ、60代になっても70代になってもやらなくてはいけないってことに気づいたらそっからがものすごくエネルギーを出すんじゃないかなと思うんですよ。 だからそこに私は訴えかけたいかなということとあと一つは売って終わりじゃないんですよね買った人が本当にその買った商品を使いこなせるかどうかを評価しながらも私の場合やっていきたいかなと思いますんで誰にでも売りゃいいってもんじゃないかなと、うん、やっぱりちゃんと自分の、うん、心血添えた商品を受け継いでくれる人ですね後継者を作りたいかなと思いますねただ商品が売れた終わり何もあのクレームを言ってこないし何の問い合わせもないからこの人はこれでいいんだ終わりじゃなくって そもそもやってないから質問が上がってこないんじゃないかなとやってないからこそ壁にぶつからずにサポートを要求してこないんじゃないかなっていうふうに思うわけですよねだから言ってみればそういう幽霊部員みたいな人が入らないように入り口で調整するために私の場合はあえてまあ、ゴールデンウィーク中にセールスをせずにね終わってからにしようかなっていうところもあったりあと熟成さんはゴールデンウィークにねあのー、今販売をかなりかけて あの結構売り上げも上がってるみたいなんでそこを邪魔しないように、ね、私が出ていったら邪魔になっちゃうんでまあ一段落ついてからにしようかなってところですねだから私のビジネスマインドってのもそういう風にもう売るチャンスじゃない時に売るその時に買った人が本当に結果を出す人なんじゃないかなっていう風にね思ってるところなんですけどいかがでしょうかそれではお疲れ様です。